リラック屋の花澤です。本日は腹筋をつけたい、疲労を取りたい、足の冷えやむくみが気になる、ダイエットをしたいといった方におすすめのゴキブリ体操をご紹介いたします。それでは仰向けになります。仰向けになって両膝を立てて、片足ずつ上げやすい方から上げます。そして手も肩のところぐらいまででまっすぐに高く上げますね。そして振動させるようにして、手足を震わせます。こう足をあまり垂直に上げますと心臓に負担がかかる可能性がありますので、心臓が強くない方は少し下げ気味にして様子を見てください。このようなぐらいで、体には400億もの毛細血管がありますが、そのうちの7割が手足に集中していると言われます。で、その毛細血管をですね、振動させることで血流がスムーズになったり、膵臓の働きを高めて血糖値を下げる効果があります。それによって疲労の回復が促進されたり、またこの手足を上げることによって腹筋が強化されますね。腹筋に効いてきます。これを行うのはですね、1日1、2回30秒から2分を目安に行うようにしてください。で、振り方ですけれども、こう細かくというのが基本なんですけれども、大きく動かしてもいいですし、こう手前後に動かしたり左右に動かしたり、早く動かしたりゆっくり動かしたり、バリエーションいろいろありますので、いろいろと試しながら毎日行うのがいいと思います。詳しくはブログに載っておりますので、ご興味のある方はそちらも合わせてお読みください。ありがとうございました。